おはようございます、久保さん。やっぱ散歩いいっすね。セミがすごい。セミがすごいっすよ、久保さん。BGM セミですね。このセミの BGM 臨場感いいんじゃないですか。そう、この前ね、久保さん、あの動画ね、呪いがかかってまして、久保さんに言われたわけじゃないですか。もう吉田さん、音声聞こえないっすよ、みたいな。で、ファイル確認したんですよ。iPhone で撮ったやつね。そしたら、まあ聞けるんですよ。なんで?みたいな。で、まあまあ、しょうがない。まあ、僕も YouTube 確認したら YouTube は途切れてるんですよ。で、おかしいなと思って。で、まあ、あの動画編集ソフトにファイルをね、ぶち込んで、まあ、こう、まあ、聞けるわけですよ。で、まあ一個まあ編集してこれ、まあ、出力すればまた一本になるなと思ったんですけど、これね、何回その出力してもエラー出るんですよ。だからなんかその動画のファイルのなんかが壊れてたのかわかんないですけど、でもパソコン上では聞けるんですよ。で、僕は苦肉の策としてああいう形で動画を撮りました。本当はあれエンコードしたかったんです。出力したかったんだけど無理でした。6回ぐらいやってもダメだったんで諦めました。なんで諦めてあの方法で撮りました。でも音声聞こえたでしょ今回。あのやり方でやりました、久保さん。編集じゃなくて、あれが本編です。まさかの。出力できないみたいな。で、今回はどういうテーマにしようかな。まあ、セミの方が頑張ってんじゃないですか、久保さん。すごないですか、このセミ。人間よりセミの方が頑張ってんじゃないかな。もうね、死ぬ前になんとかっていうところで頑張ってますよ、セミちゃん。一生懸命。だからね、僕思うんですけど、その人生っつう時間がね、長いんですよね。やたら長いので、その、なんだろうな、その、時間が永遠にあるんじゃないかな、みたいにみんな思っちゃうわけですよ。でもそんなことはなくて、いつ死ぬかわかんないし、なんだろうな。いつ死ぬかわからないし、明日死ぬかわかんないわけですよ。そう。まあもう短期間でね、ガッてやればいいんですよ。短期間で。成功したいんだったら、稼ぎたいんだったら。だからまあ、お、猫がいた。猫がいた。にゃー。にゃお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 。白と黒の猫ですね。やっぱみんなやってないですからね、久保さんね。セミほどやってないんじゃないですか。これすごいな、夏っすね。久保さん、これすごないですか、セミ。やばくないですか、このセミ。すげえな。もうセミしか聞こえない。BGM セミですよ。ねえ、すごいですね。久保さんもこういうとこあるんじゃないですか、セミ、ねえ。セミしかいねえみたいな、山。いや、すごいっすね、これ。えぐい。まあ、セミのように頑張ろうよ。セミも頑張ってんだから。夏だけじゃないですか、セミ。生きれるの。期間としては。どうすか?うん。やっぱね、決めちゃうことですよね。まあ、久保さんがなんか財布の話してたんですけど、決めちゃえばいいんすよ。別に。これぐらい使う終了で。別に財布に何入れようが決めちゃえばいいんですよ。だけど人間って弱いんで、決めても守れないっていうね。でもそれはお前のせいだろみたいな。守れないお前のせいだろみたいな。決めてんのに守れないんだったらさ、お前のせいだみたいなね。話ですけど。クレジットカード何枚入ってようが、レシート何枚入ってようが、別にお金は、これだけしか使わないって決めて、それを守れば、
別にもう終了ですよね。終了。ダイエットもそうなんですけど、別に決めてね、冷蔵庫に何入れててもね、食べないって決めて食べなければ別に食べないんですよ。まあ、決めちゃうことですよ。決める。決めて守る。これだけで十分です。決めて守る。ほんとこれで十分じゃないですか、久保さん。それができ、いや、吉田さん、それができないからじゃないですか。できるようになってください。で、できるようにならないんだったら、ダイエットだったら、じゃあ冷蔵庫に何も入れないとかね、環境から入ってもいいだろうし、なんでもいいんですけど、要はできるように工夫すればいいですよ、それは。まあ、シンプルに言うと、決めて守る。ただそれだけなんで。まあね、ソフトボール、なんだ、女子優勝しましたけど、点数取って、決めて守るって勝つわけですよ。ね。決めて守ってね、サッカーもね、ゴール決めて守ってね、やれば勝つわけじゃないですか。まあそれができないんだったら環境から入るか、まあできる方法を探せばいいんです。今回もね、僕はいろいろやってみたけど、できる方法を探して結局久保さんに音声付きでね、まあ私というかできるたんですよ。そう、苦肉の策ですけど、あれが本当はね、編集したやつをアップロードしたかったんですよ。編集してエンコードしたやつをアップロードしたかったんだけど、アップロードでき、編集して出力が、なんだ、エラーになっちゃってね、できなかったんで。だできる方法あるでしょ。久保さんも、麻雀店ですからね、麻雀店のおっさんでできることしかできなかったですから、そもそも。そもそもできることしかできなかったですからね。できることしかできない。これいいんじゃないですか、久保さん。できることしかできない。けどみんなやらないみたいな。なんやねんみたいな。それなんやねんみたいな。できることしかできないんだから、それやれよっていうね。それを探せと。いうことです。いやー。えぐいな、これ、久保さん。3D。どこでもセミじゃないですか、これ。セミが半端ねえ。セミのように生きよう。いってらっしゃい。